いちこです。今日は2022年6月2日木曜日です。高松の天気は朝から晴れで、すっきりした天気です。午前10時過ぎの温度は24度をスマホで表示しています。さて、動画はスーパーへ寄り道した後、志度駅までの道中です。読み上げは志度と JR 志度駅です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。志度、出典フリー百科事典ウィキペディアより。志度は香川県さぬき市の大字。世帯数は5114世帯、人口は 12,258 人。2012年平成24年3月31日現在。郵便番号は 769-2101 長尾郵便局管区。地理、市の北西に位置している。北部は志度地のある門前町で、国道11号や四国旅客鉄道、JR 四国、高徳線が東西を通り、さぬき市役所やさぬき警察署、小中学校などの公的機関が集中するなど、市内の志度地区の中心市街を形成している。南部及び東、西端は、雲付き山のある丘陵地帯となっており、稲作の他に、ぶどう、いちご、きゅうりなどの施設園芸が行われている。高松市のベッドタウンとしての性質を持ち、その丘陵地帯に大規模な宅地開発が行われ、いくつかのニュータウンが存在している。東で鴨の庄、加部、須江、南で造田惟広、造田宮西、昭和、西で北郡三木町、大字井上、高松市、牟礼町、原とそれぞれ接する。北は瀬戸内海の志度湾に面しており、湾内の海苔と牡蠣の養殖が行われている。1972年、昭和47年以降、複数の会社が立地しており、湾東部には1977年、昭和52年にできた広大な埋め立て造成地が広がっており、そこに南海プライウッドや只野などの工場が立地している。歴史、交通、鉄道、四国旅客鉄道、高徳線、志度駅、オレンジタウン駅、高松琴平電気鉄道、志田線、こと電志度駅。寺社、志度寺、本堂、仁王門などは重要文化財、国指定に指定されている。真覚寺、かつて境内に岡の松、兼、天然記念物が生息していた。多和神社、地蔵寺、その他、平賀源内記念館、平賀源内の生誕地であり、源内の旧宅が展示されている。以上で、読み上げは終了いたします。
志度駅。出典フリー百科事典ウィキペディアより。この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索志度駅ニュース書籍スカラー CI2 J ステージ MDL ドリブ JP ジャパンサーチ TWL2013 年11月。志度駅は香川県さぬき市志度にある四国旅客鉄道 JR 四国高徳線の駅である。駅番号は T19。 駅構造、島式ホーム相対式ホーム2面3線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。かつては相対式ホーム2面2線を持ち地上駅舎を有し、各ホームを連絡する構内踏切があった。敷地内には JR 四国ワーププラザ志度旅行代理店が設置されている。さらに敷地内の建物に JR 四国がフランチャイズ運営するレストラン喫茶ジョイフル志度店が入居していたが撤退した。その後、JR 四国がフランチャイズ運営するコンビニエンスストアミニストップ志度駅前店が入居したが撤退し、2013年現在は名物かまどの直営店舗になっている。また駅構内にはキオスクも設置されていたが、橋上駅舎の供用開始後半年もしないうちに撤退となった。2012年8月10日、敷地内にローソン志度駅前店がオープンした。構内にはさぬき市観光案内所2002年開所から2015年3月30日閉所が入居していたが撤退した。高速化工事に際して2番乗り場を本線とする一線スルー構造に変更されたが、2019年時点では当駅を通過する定期営業列車は設定されていない。2013年現在、当駅は高徳線内、高松、徳島両駅を除くにおける唯一の駅長配置駅となっている。乗り場、特急列車は1番乗り場または2番乗り場に停車する。利用状況、1日平均の乗車人員は以下の通り。高松琴平電気鉄道志度線の終点である琴電志度駅と比べると約2倍ほどの利用がある。接続する他の交通機関、鉄道、高松琴平電気鉄道志度線琴電志度駅。以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。